はい、えー、主人公響の声をやらせていただきました志尊潤です、えー、今日はあの MX4D 体験イベントということで皆さんと楽しんでいけたらなと思いますよろしくお願いいたします MX4D 通常のスクリーンよりもさらにね、こう作品に没入できたかと思うんですがその没入体験にちなみまして今皆様がご自身が没入していること熱中していること入れ込んでいることをぜひ教えていただきたいんですが 没入していることえなななんだろうななんかたまにはまったりはするんですよそれこそ去年はゴルフにすごいはまってたりでもやっぱ忙しくなるとやっぱ離れていっちゃうって意味で考えると食で週4ぐらいで今タコライス食べてます。<laughs> タコライス ハマるきっかけあったんですか。えっと、某アプリですぐ来るんですよ。<laughs> で、僕はあんま食事好きなんですけど、それよりももう腹減った頼もう食べたっていうのが結構重要ですぐ来るし、あの野菜も取れるし美味しいしっていうのでもうタコライスばっか食べてます、ね。作ることもされるんですか。い,いえしません。<laughs> もう 頼んだら来てくれる。はい。便利な世の中ですね。はい、本当<や>にハマってらっしゃる。すみません、なんかこんな変な答えで。いいんですよ。大事ですよね。でもあの体も使うお仕事ですしね。そうですね。はい。